さあこれより第2クォーターに入ります。今度は愛知攻守方向を変わりまして右から左に攻める格好になります。ボールオン自陣25ヤードからセカンドダウン13。さあクォーターバック7番、ここでオプションフェイクからパスを投じようとしました。しかしディフェンスのカバー厚く急遽スクランブル緊急発進のランプレーに切り替えています。この判断により約1ヤードのゲインを取りました。スクランブル決めました。クォーターバック1番は長7番は長浜、大阪市立大学出身のプレイヤーです。愛知自陣47ヤードからサードダウン11、攻撃権更新なるでしょうか。パス成功、ファーストクォーターバック7番プレッシャー浴びながらディープゾーンへパス、これをワイドレシーバー30番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースター、見事パスを投じたクォーターバック7番は長浜、大阪市立大学出身、取りましたワイドレシーバー30番は近藤、愛知大学出身のプレイヤーです。これにより愛知相手陣29ヤードに入りましてのファースターアンテン、さあここで中央へのランプレーを挟みます。ハンドオフを受けたランニングバック1番タックル受けながらセカンドエフォートで約4ヤードのゲインとしています。ランプレーを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス1番の勝本、関西学院大学出身。愛知相手陣25ヤードからセカンドダウン6、さあ再びランプレーです。同じく中央へのランプレー、キャリアは35番でした。これもタックル受けながら約4ヤードのゲインとしています。愛知35番は水野、日本福祉大学出身のプレイヤーです。愛知相手陣21ヤードに入りました。この位置からサードダウン2の状況に挑みます。この2ヤードの攻防果たしてどうなるでしょうか。パス不成功、クォーターバック7番、ここで左サイドライン際にいたワイドレシーバー18番にパスを投じました。18番これを確保しかけましたが、しかしパスキャッチとならず、パス不成功となっています。ダウン1つ失いましてフォースダウンと変わります。愛知フォースダウン2フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス37ヤード、キック成功、3点獲得。愛知この状況をキッカー2番毛利のフィールドゴールにより先制の3点を獲得しました。愛知ゴールデンウィングス3点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。愛知まずフィールドゴールで先制を果たしました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点入ります。これと自殺点2点のパターンがあり、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算に構成よって構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は得点を挙げた愛知ゴールデンウィングスのキックオフで再開です。ラグビーと違い、アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。
さあそのキックオフのリターンを佐藤建設返します。リターナー8番中央突破を図りまして自陣27ヤードの位置を確保しました。このようにアメリカンフットボールは必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい構造になっています。この権利を佐藤建設生かすことができるでしょうか。ボールオンは自陣27ヤードの位置に配置されました。ここから佐藤建設の攻撃となります。佐藤建設自陣27ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファースター。クォーターバック26番、右スプリントアウトしまして、ここからワイドレシーバー8番にパス。8番これを飛びつくようにキャッチしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。見事パスを投じたクォーターバック26番は相生取りました。ワイドレシーバー8番は林田。林田は大阪体育大学出身のプレイヤーです。佐藤建設自陣40ヤードからファーストダウン10。なにわ国番ハンドオフ受けまして右オープンを展開。相手ディフェンダーを見事なステップワークで振りほどき約9ヤードのゲインとしています。素晴らしいランを決めました。ランニングバック2番は諸本、日本体育大学出身。佐藤建設ハーフウェイからセカンドダウン残り1ヤード、攻撃権更新、必要蹴りは1ヤードの状況に持っていっています。エンドゾーンまでしかし50ヤード、果たしてどちらを選択するでしょうか。佐藤建設ファースター。ここで佐藤建設はフルバックブロッカータイプの選手にボールを持たせてダイブプレーを展開しました。これを見事に決めまして佐藤建設攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。この状況を突破を図りました。佐藤建設ランニングバック3番は佐藤、一橋大学出身、そしてチームの代表です。佐藤建設相手陣45ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファースター。クォーターバック26番、ここでワイドレシーバー8番にホットパス、これを見事取りまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。見事なパスを投じましたクォーターバック26番は相生取りました。ワイドレシーバーは8番林田。素晴らしいホットラインが形成されております。佐藤建設相手陣31ヤードからファーストダウン10。これは愛知ナイスディフェンス。今度はランニングバック2番によるランプレーで突破を図りました。しかしこのランプレーを愛知90番が見事なチャージで約5ヤードロス。素晴らしいディフェンスを見せました愛知ゴールデンウィングス90番、松本、大阪工業大学出身。180センチ110キロの巨漢がここで素晴らしいプレーを決めました。佐藤建設相手陣36ヤードの位置からセカンドダウン15の状況に挑みます。さあ中央へのランプレーで突破を図ります。キャリア20番、右オフタックル付近をつきましたがこのゲイン約3ヤードにとどまっています。キャリア20番は佐々木でした。一橋大学出身。佐藤建設相手陣33ヤードからサードダウン12。
パス成功。クォーターバック26番左スプリントアウトからターゲット算出、ワイドレシーバー8番にパス。8番競り合いながらこれをキャッチしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかしワイドレシーバー8番林田、見事なキャッチでした。佐藤建設、フォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル。4回目も攻撃を選択します。この1ヤード取れないと攻守交代になりますが、ここはプレーを選択しました。ナイスラン、ファーストラン、ギャンブル成功。ここで佐藤建設はランニングバック29番にトスを投げての右オープンスイープレー、これをランニングバック29番そこからカットインして攻撃権更新果たしました。佐藤建設ファーストラン、ギャンブル成功です。見事なランで攻撃権更新を果たしました佐藤建設。29番は上野、龍谷大学出身のプレイヤーです。佐藤建設、相手陣15ヤードの位置に入りましてのファーストアンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック26番一気にパッタッチダウンを狙うパスを投じました。ターゲットは1番でしたが、そのパスを取りましたのは愛知ゴールデンウィングス3番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。このインターセプトはエンドゾーン内で行われたため、愛知自陣20ヤードからの攻撃となります。素晴らしい反応でパス、インターセプトを決めたのは愛知ゴールデンウィングス3番の佐川、愛知大学出身のチームキャプテンです。攻守変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。ボールオン自陣20ヤードの位置からのファーストアンテン。試合時間は前半残り1分49秒となっています。パス不成功。クォーターバック7番、プレッシャーを浴びながらプレイアクションからパス。ターゲットは30番でしたが、このパスプレッシャーのためかパスタイミング合わず、パス不成功となっています。ダウン一つ進みましてセカンドダウンと変わります。愛知自陣20ヤードからセカンドダウンテン。パス不成功。クォーターバック7番、再びパスプレーで突破を図りました。ターゲット外にいました8番でしたが、このパスコントロール合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。なお前パス失敗の場合はその時点で時計が止まります。プレー開始、次のボールが動くタイミングから時計は再開する形になります。愛知サーダウンテン、ボールオン自陣20ヤード。インターセプト、ターンオーバー。愛知ここでクォーターバック7番、三度のパスプレーにより攻撃権更新を図りましたが、そのパスを取ったのは佐藤建設33番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。絶妙のタイミングでインターセプトを決めましたのは佐藤建設33番の大本、愛媛大学出身のプレイヤーです。前半終了まで残り1分26秒。佐藤建設、相手陣30ヤードからファーストアンテン。パス不成功。
クォーターバック26番プレイアクションからタイトエンド81番にパス。しかしこのパスオーバースローでパス不成功となっています。しかし先ほどのパス決まっていればあわやタッチダウンというプレーでした。佐藤建設相手陣20ヤードからセカンドダウン10。しかしここでホイッスルです。ここで負傷者が発生しましたのでレフェリータイムアウトが入ります。さあ、まもなく試合再開となります。佐藤建設相手陣19ヤードからセカンドダウン10。愛知ナイスディフェンス。ここで佐藤建設ランニング枠2番の総力で突破を図りましたが、これを待っていたかのように愛知90番がロスタックル、約3ヤードロスを奪っています。ここで佐藤建設前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。佐藤建設ここで攻撃時間を確保するためここでタイムアウトを取りました。失礼しました。画面上時計は進んでおりますが、現在会場の時計は残り時間前半1分1秒で止まっています。しかし素晴らしい反応でした。愛知ゴールデンウィングス90番は松本です。大阪工業大学出身。さあ試合再開となります。佐藤建設サーダウン12、攻撃権更新なるでしょうか。インターセプト、ターンオーバー。ここで佐藤建設パスプレーにより突破を図りましたが、それを取りましたのは愛知ゴールデンウィングス5番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは愛知ゴールデンウィングス5番、福岡東海大学出身のプレイヤーです。愛知攻撃権を奪いまして自陣22ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストランニングバック1番ドロープレー、パスに見せかけたランプレーで中央突破、そこから左にカットバックを切りまして大きく前進、攻撃権更新しましてファーストダウンを通しました。また外に出たためこの時点で時計は止まっています。試合時間前半残り42秒の位置、ボールオン自陣44ヤードから愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。ランニングバック1番は勝本、関西学院大学出身のプレイヤーでした。さあ再び中央のランプレーです。キャリアは同じく1番の勝本、ここでホイッスル。このランプレーにより約3ヤードのゲインを奪っています。愛知こっち、ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。試合時間は前半残り時間38秒となっています。
さあタイムアウトを受けまして試合再開となります。前半残り時間38秒、愛知ゴールデンウィングス自陣47ヤードからセカンドダウン7。さあ中央へのランプレーによる突破を図りましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。10ヤードのバッタイとなります。愛知自陣37ヤードからファーストダウンテ、セカンドダウン17。中央へのランプレーで突破を図ります。キャリア1番、このランプレーで約5ヤードのゲインとなっています。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス3点、佐藤建設スタンディングウェアズ0点、愛知ワンフィールドゴールリオで前半戦終了となります。